んにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を伝えるまっチャンネルです。私が元幕下力士松本幸です。アシスタントの陽武幸です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。はい、先場所はね、もう、新入幕トリオ大活躍でしたけど、やっぱりとりわけこの伯桜鵬のこう優勝絡みまでいった活躍というのは、すごいんですけどね、でもこんな質問もいただいてるんです。ありがとうございます。伯桜鵬の強さより他の幕内は何なんだと言いたい、ひとえに普段の稽古の中身にあるんではないかとか、レベルダウンが明らかなんじゃないかなんていうようなちょっと厳しい意見が出てるんですけどもね、松本さんはどう思いますか？新しい人が出てきたり、ずっといる力士が負けるとね、何してるんだとかいうね、舌激励が飛ぶんですけども、これもあるかもしれないけど、その力士が強いんじゃないかな、上がってきた力士が。そうですね、もう今回の伯桜鵬に関しましては、もう数百年に一回の逸材じゃないかって思うぐらい、もうそういう力士も出てくるし、そうですね、もう野球で言うたら大谷翔平や、将棋で言うたら藤井聡太みたいな、もうそのレベルの力士だよね、相撲界ではね。そうですね、今回、最年少優勝なんて声もあったけども、それはね、実現はできなかったんだけども、入門して何場所目の優勝っていうのでは、今のところ24場所の時の方が一番、伯桜鵬20場所もあるんだから、どっかでしそうだよね。そうですね、次は上位に上がっていく上位力士たちもそれを阻止する対応策考えてくるでしょう。そうですね、幕内力士がちょっと弱くなったんじゃないかっていう意見にはどう思われますか？そういう意見あるかもしれないけども、弱くなったということはないと思う。それが今の相撲界のレベルであり、幕内って言ったら横綱から幕尻までの42人の力士がそこで切磋琢磨、勝敗を決めていく中の大相撲界なんでね、レベルが下がったということは私はないと思う。だからといって昔に比べてレベルが上がったよっていうこともないと思う。その時のレベルなんで、比べるわけにいかないので、例えば海宝さんとどっちが強いんだとか、そういうのが分かんないんで、よくねそれね、相撲ファンの方たちは誰が一番強かったとかね、そういうこと私もよく聞かれるんやけど、これはもうなんとなくで答えるんやけど、比べようがない。もうその時の周りの力士の状況もあるし、なので今の話のように、今の相撲界のレベルが落ちたとかそういうのは私は絶対ないと思う。そうですね、それでね、豊昇龍は意地を見せてこのうまい技で決めましたけども、どうですか、広報対策としてね、こういうところが難点じゃないか、逆に伯桜鵬はもっとこういうところを磨いていったらいいんじゃないかいうのを、松武蔵さんなりの見方ですか？私が意見するの伯桜鵬に。もう僭越すぎますけども、もう大谷に草野球の三頭が指導してるようなもんだよ。それでも客観的なね、もちろんもう本人も親方も分かってらっしゃると思いますけども、松本さんの感覚として、もう相撲見てたら毎回言うように、相撲がうまいし、粘り強いで重いね。いただいたコメントの中で、当たりはあまり強くないんじゃないかっていう、どうだろうね、強いんだろうけど、もう幕内に行くとそのレベルの当たりは受けれる力士が多くなってるね。例えばね、大栄翔みたいな、もうそういう相撲ではないね。突進して相手を倒すっていうよりは四つに組んだりをしてですね、自分の肩にはまればぶち当たって、そのままいっぺんに電車道で持っていくのが、力士誰でもそこが理想やから、いい相撲って言われるし、それを目指してみんなやってるけども、ハイクラスのレベルで相撲取ってる者同士は、それはなかなか叶わないじゃないですか。なので、当たりは皆さん言うように、そこまで感じないけども、でも相当の重みはあると思うけどね。なので、押されないし、押されたとしてもそこからが強いですよね、伯桜鵬はね。今から夏巡業が始まりますけども、夏巡業の稽古場なんかでは伯桜鵬とやってみようっていう先輩関取いっぱいいるんじゃないですか。そうね、新入幕新十両になった時には巡業に行くとね、可愛がりって言ったらもう今死後かもしれないけども、そうやって上がってきた力士を兄弟子関取が毎日
こうドロドロになるまで稽古つけるやったけども、もちろんね、先輩力士も白鵬鵬はこういう相撲力の重みがあるんだというのをね、肌で感じ、白鵬鵬の方も三役力士になるともう違うと思うかもしれないし、両方がつけるいうことね、うん、もちろんそうです。でも白鵬鵬の場合はもう天才なんで、そこでまた磨いてくるでしょうね。もう本当に天才だよね。まあ一言で言うとそうですね、素質と努力が合致した天才だから。でもそれに勝つのが先輩関取であり、役力士の役目やとも思う。そうですね、肩の調子がねどうなんか分かんないんだけど、もともとの癖があるのかもしれない。でも今の相撲でも十分通用してるんですよね、幕内で。今回みたいに優勝する力士と対戦するときにはどうやろうね、自分がこういう体勢になったら残り腰がある、残り力があるからばっかりじゃなくて、もう一歩足を出せるぐらいのパワーがあったらもう敵なしになると思う。もちろんあの体でぶち当たってくるからぶつかり稽古とかも相当してると思うんやけど、もうその立ち合いの出足のスピード圧力っていうのはぶつかり稽古やから、もともと夏巡業とかで違うタイプのごっつい関取とかにどんどん胸出してもらったり、申し上げ稽古して力つけていったらもうあの来場所優勝あるかもしれない。そうですね、うん、もちろん白鵬だけじゃなくて湘南の海にしましても豪ノ山にしましても強いよ、来場所の活躍が楽しみなんですけどね、まあ、あのところでね、この間、まあ、来場所の番付予想いうことでマッチャンネルとして出したりしても ね、はい、ちょっと上げすぎじゃないのなんていうような声も、白鵬鵬、まあ、そうですね、前めぐらいしてたよね。そうですね、まあ、ベースボールマガジンとかの意見では8枚目ぐらいとかだったんですけどね、でもやっぱり今場所の内容から考えても私はこう上げた方が面白いんじゃないかなって。まあね、番付編成の段階では勝ち星と負け星でこうやっていく、それがもう8割だと思うんですよ、この力士伸び盛りとか、そういうのはねもうまず頭の中に置いてないと思う、先場所上げなかったから今回上げてやるとかそういうのもね、ないと思う、でもそういう中でやっぱりこう噛み合いがあるからね、白鵬鵬の上の力士が8勝8勝8勝ではそこまで上げてない、そうですね、だからね、慣例的にはそこまで上がらなくても、ひょっとしたら相撲協会も思い切った番付を作る可能性もあるんじゃないかなっていう気はしますね。そうですね、まあ私は白鵬鵬が最後に三役揃い踏みで勝ったら決定戦にも行ける成績を残した力士ということを考えて1枚か2枚上にしたと思う。そうですね、うん、もちろんね、あのどういう風になるかもこれも楽しみだね、これもね、そうですね、押し付けてるわけではありませんのでね、参考にっていうことでね、はい、いかがでしたでしょうか、マッチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。また次回、さよなら。